落ちて、こうなった。骨肉先生の大ファンです。生放送サボってきちゃったの？ある意味一星君もこじらせてる感ある。どうする猫屋敷君。あいつとは住む世界が違うんだから。ほんと世界中の誰よりもあなたのこと応援してるので。伊勢くんちね、ちょっと複雑で信じられない。お前の笑顔だから僕は最高のアイドルになろうって決めたんだ。